今回、まあ、10万円給付ね。まあ、それ自体をですね、否定するわけではないですけれど、まあ、ただやはりですね、いろいろと、まあ、問題があるだろうということでございます。外国人に給付される、まあ、生活保護を外国人がね、給付されること自体、まあ、そもそもね、間違いだと思っております。まあ、そうであればですね、その、母国にね、強制送還すべきだと思いますね。まあ、先ほど申し上げたように、偽装低所得者の可能性もね、まあありますので、まあこれも日本人に限った話、まあね、外国人に限った話じゃないですけど、まあ前年度のね、所得、日本での所得とかそういうこと、まあ外国での所得っていうのはね、ちょっと補足するのが難しいというのもまああるわけですね。はい。ということで、で、まあちょっとね、最近も、まあ選挙ね、投票が近づいてるんですけれど、公明党の方がですね、その外国人政策に関する反論ってほとんどされないんですよね。見たことないんですよね。そのね、維新の会とですね、公明党の方がですね、まあ社会保障制度をね、まあ社会保険料などについて、医療制度についてね、バチバチやってるのはですね、ツイッターで見るんですけれど、で、例えばね、伊佐新一さんっていう公明党の議員と、音喜多駿さんなんですね。まあ音喜多、だから、まあ、伊佐新一さんがね、社会保障改革、維新の案ではダメじゃないか、議論しましょうとか言ってるんだけど、この外国人政策に関してはですね、もう一切反論されないんですよね。ちょっとそこはね、もうすごい不思議ですよね、ということで、なんかなと思っております。まあ、ちょっとね、これに関しても私ね、X の方で、まあ、ポストをしておりますね。私のタイムラインでは、運転免許の外国人優遇策について、公明党批判を、意見を数多く見かけます。不思議なのは、公明党議員による、反論謝罪否定といつでも見ないことです。なぜなのか、私が気づいていないだけなのか、観光例が敷かれているのか謎でございますと。高橋洋一さんがですね、こんな、ですね、まあ動画をね、出されてるんですよね。もう元凶は公明党ということで、中国人の交通事故多発、なのに日本の免許ということで、まあ名指しでね、まあされているので、これはね、すごいことだなと思います。